紙を引いて、はい、それで、こうやって干すと。で天気のいい日には外に出して、はい、天日で干しながら完全に乾かしてからちぎったりするんだけど、そうしないと発芽率がものすごく悪くなるので、大体そういう感じで。必ずこう2つに分かれるわけ、はい、これをこうやると、うんうんうん、こういうふうにこういうふうに2つに分かれればもうこの種は熟してるよっていう印なの。そうなんですね。そうそう、虫を畑に持って行って巻くようなもんだから、虫のこれ種に虫がついてて、はい、それで畑が芽が出なかったっていう。これに虫が入ってんの。バラバラにならないでしょ。バラバラにならない、うん、こういうこういうところに虫が入ってんの。ああ本当だ、うん、だからこういうのをこのままふるわないと、はい、畑で大変なことになっちゃうわけ。これで一緒。できた。袋に詰めて片付けると。そしてこれ袋を入れたやつを冷蔵庫に入れて、はい、冷蔵庫で、保管するという形です。